PZLTS-8BSTS-82007 年、グラスカ航空省にて、PZLTS-8BS は、1957年から1970年代まで、ポーランド空軍や民間で使用された、ポーランドの PZLC 練習機である。TS-8 は、ポーランド空軍の優雅さんと、約 -11 に代替する引き込み可能な、 首車輪式膠着装置付のレシプロエンジン練習機の要求に応えて設計された。TS-8 の主設計者はタデウス・ソルタイクであり、このため形式名に TS の文字が付いている。BS という名は民族名で悪魔のことである。開発作業は1953年に始まり TS-8 の最初の試作機は1955年7月23日に初飛行した。 1956年と1957年に TS-8 はそのクラスで3つの国際記録を樹立した。2番目の試作機は1957年のパリ航空ショーで披露された。1957年に試験用の10機が WSK おかしい車で TS-8、装備として製造された。 少しの改良を施された主生産モデルの TS-8B が1958年から1960年にかけて PZL ミーレック社で製造された。生産された最後の10機はより高機能のアビオニクスを搭載した TS-8B であった。総計251機の TS-8 が製造された。TS-8 は取り扱いやすさと 良好な性能で好評だったが、欠点の一つは騒がしいエンジンであった。本機は第二次世界大戦後のポーランドで自国製のエンジンを搭載した初の近代的な航空機であった。TS-8 は、セミモノコック構造の円形断面、金属表皮の胴体を持った全金属製の型持ち式低翼単葉機で搭乗員は接近して、 複式操縦装置付のタンデム式コックピットに座った。コックピットを覆う風防は後方にスライドして開いた。セミモノコック構造の短桁ケ3分割の主翼は W 字を形作っており、首車輪式硬着装置と機種に離陸時 315HP、通常時 283HP を発生する WN-3 型7気筒制型エンジンと、 木製可変ピッチ2枚ブレードのプロペラを装備していた。1丁の 12.7mm 機関銃と2機の小型爆弾用パイロンを装備した試験用の t s t s 8はポーランド空軍では1960年代半ばから Z 練習機の TS-11 イスクラに代替され順次退役していった。その後100機以上の機体が民間航空に引き渡され、 1978年までに大部分の TS-8 が民間航空からも引退した。現在も3機が飛行可能でインドネシアでは2機が使用されている。TS-8BS ポーランド航空博物館の TS-8BTS-82 機の試作機 TS-8 消備試験容器。10機製造 TS-8BTS-8。 装備の改良型、主生産モデル。229機生産 t s 8 b 高機能のアビオニクスを搭載したモデル。10機生産 t s 8バイズ、インドネシアポーランド、ワールドレコーズオブハイト 7084.5M イン、CIC クラス、ディスタンスイン、A クローズドサーキット2884.5キロメートルイン C、ID クラス。 スピード時速 317km イン、A クローズドサーキット 2000km イン C、IC クラス。ありがとうございます。